この爽やかな山中湖のほとりで僕はつくづく自分の体を眺めてみる。何としても立派な体格になってお国にご奉公したい、そう決心した。そして村から選ばれて県主催のこの国民体力向上修練会に参加したのだった。選ばれて、そうだ、これは決して恥ではない。立派な国民になるためには何でもやらなくてはいけない。ここでは毎朝厳密な身体検査がある。身体に適応した栄養食を食べさせてくれる。これで立派にならなければ僕の恥だ。今朝も湖の水は手が切れるように冷たかったが、冷水摩擦が済んだ時には体中がポカポカしてきた。ここはまだ寒い。だが寒さなどほとんど感じないのだ。ボートも全く愉快だ。僕のオール持つ手には次の時代の力が溢れている。さあ明日も頑張ろう。